わさびチャンネルです。今わさび田のハウス栽培してるところに来てます。でですね、今回このハウスの中のこの壁があるんですけど、ちょっとですねここを今後運搬車とか重機ショベルカーがこう頻繁に行ったり来たりするんで、ここ、開けちゃいたいと思います。でですね、まあ、いつものこのマキタの工具で今日はこれ3つ持ってきてるんですけど、ところどころそういう作業がまあ毎回あって、今日もここ開通させるんで、いつもやってるような感じでこう開通させたいと思います。ちょっとまずはこのビニール外側からこのビニペットスプリング外して巻いちゃいます。でここまた植えるんですよ。ここ畝立ててまたわさびの苗植えるんですけど、ここが低いんで、このハウスの中逆に高いところがあるんですよ、ね、さっき見てたあっちの土砂をここに運ぶんで、でまあここショベルカーとか運搬車、その土に乗せた運搬車運ぶためにまあここを開通させるっていう、まあそういう作業ですね。ここがボルトで止まってて、ここはインパクトで外せばいいんですけど、このビニペットが結局ここ続いちゃってるんで、これで切ります。どうやって入れたんだよこれ。
マジこれどうやって止めたんだ。まあこんな感じで壁開けることができました。でまあここ通って土砂運搬したりとか、まあいろいろわさび運び出したりもするんで、まあこんな感じで作業が効率化したって感じですかね。まあいつもはこっちこのインパクトとバンドソーだけ使ってるんですけど、今回このグラインダーも使ってみました。まあまあ細かいとこもこう手入るんで、ちょこちょここういういろんな作業使えるかなって思ってます。まあそんな感じで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。